いで連れてくよ、海に眠る宝石を二人の。皆さんこんにちは、花咲つぼみです。この間とうとう家にまで嫌がらせが来ました。まだ確信はないけれど、絶対いじめてきたやつらの誰かが仕向けたんだと思います。私に直接的な被害はないけど、家にまで何かされると本当に嫌だな。つぼみちゃんおはよう。聞いたよ、私たちが遊びに行った後窓に落書きされてたんだって。それってもしかしてあいつらの仕業？ううん、やったのは全然知らない大人の人だったの。でもその捕まった犯人が小学生にお金で雇われたって言ってたの。めちゃくちゃな話で警察の人も全然信じてなかったけど、それもしかしたらジュリちゃんの仕業かも。確かジュリちゃんのお父さんってお医者さんですっごくお金持ちらしいよ。あいつらとうとうそんなことまでやりだしたんだ。大丈夫、私 YouTuber だし、いざとなったら前みたいに動画でなんとか対抗するよ。そうだよな、花咲には視聴者のみんながいるもんな。今でもつぼみちゃんのチャンネル登録者どんどん増えてるもんね。そう、私には視聴者とそれに2人もいるから全然怖くないよ。今日も始まります、私の戦いが。この4年1組呪われたクラスで今日はどんなことが待ち受けてるんだろう。皆さんおはようございます。先日花咲さんのご自宅で窓に落書きされるという事件がありました。犯人は身元不明の成人男性だったようですが、皆さん必ず見知らぬ男性についていかないように。以上、私からの注意喚起でした。それでは授業を行います。花咲、学校だけじゃなくって外でもいじめられてんのか。安心できる居場所がなくなっていってかわいそう。何、こういう時だけ話しかけていつも無視するくせに。花咲さん、何かあったら私たちにも相談してね。いつでも味方になってあげるからね。静かに、授業中は私語禁止ですよ。なんだろう、またすごく胸騒ぎがする。はい、どうも、夕暮れ時より小暮れ時、どうも小暮れたけしです。今日はなんとなんと初めての質問コーナーやっちゃいます。はい、カットカット。小暮れ、お前チャンネル登録少ないのに質問コーナーなんかやって誰が見るんだ。まったく、そういうのは視聴者が多いファンのためにやるもんだろうが。まずお前は視聴者を増やしてファンをつけるところから始めろ。だってよ、毎日投稿なんて無理だぜ関さん。全然企画も思いつかねえし、ネタがないから質問コーナーをやるなんて、それこそ視聴者に失礼だろ。こんにちは。おう、つぼみちゃん、こんにちは。たけし、つぼみちゃんを見習え。小学生ながらも毎日企画を考えて動画投稿しているだろ。つぼみちゃんすげえよな。どうやったら毎日そんな企画考えれるんだよ。私はテーマが決まってるんで、それについて投稿してるだけですよ。そういえば小暮、お前の動画のテーマは一体何なんだ？例えば大食い系 YouTuber とか、あとゲーム系とか、まあいろいろあるけど、お前は一体何の YouTuber なんだ？俺は夕暮れ時より小暮れ時 YouTuber。 お前そのまんまだと夕暮れとともにチャンネルも沈むぞ。小暮れさん頑張ってくださいね。関さん、私こっちのスタジオ使います。学校で何かあっても、お家で何かあっても、外で何かあっても、私にはここ YouTube がある。皆さんこんにちは、いじめられっ子 YouTuber 花咲つぼみです。今日の企画は、はあ、今日も疲れた。そうだ、私の寝る前の楽しみ、 YouTube のコメント欄チェックチェック。あれ、なんでだろう、今日いつもよりいいねが少ない。それにアンチコメもちょくちょく来てるな。動画の内容ちょっと良くなかったのかな。
そりゃあまあ毎日毎日いい評価をもらえるわけないよね。今日はとりあえず早く寝よう。これは不自然だな。なんでつぼみちゃんの動画にいきなりこんなにアンチが流れ込んできているんだ。動画の内容もさしていつもと変わらないように見えるが。私にも全然わからなくって、でもいつもコメントしてくれてる人たちは同じようにいいことを書いてくれてるんですが。どっちかっつうとアンチに埋もれてるっつうか、アンチコメが追加されたって感じだよな。中にはなかなか危ないことを書いているやつがいるな。よし、これは俺が報告しておこう。つぼみちゃん、怖がらせるつもりはないんだが、前の落書きの一件もあるし、日常生活も気をつけるんだよ。はい、わかりました。花咲さん、 YouTube 見たよ。アンチコメントたくさん来てるんだね。花咲、 YouTube が唯一の居場所だったのになくなっちまうな。もし YouTube が嫌になったら私たちに相談してね。またいっぱい遊んであげるから。絶対この人たちの誰かの仕業だ。でないといきなりあんなにアンチコメントで溢れないもん。つぼみちゃん大丈夫かな。そんな、どうしよう。今コメント欄見たら、いつも私を擁護してくれてる人もだんだんアンチに変わっていってる。これいじめられてる時と同じだ。みんな大勢いる方の味方になるんだ。どうしよう、私の唯一の生きる居場所だったのに。 YouTube を開くのが辛くなっちゃったら私どうしたらいいんだろう。つぼみ、ただいまって、あんた学校行ってないけどどうしたの。うん、ちょっと体調悪いから今日休むね。 YouTuber としての自信がなくなった私はいつしか学校を休むようになりました。たけし、見てくれ、昔の YouTuber 友達になんとセグウェイを譲ってもらったんだ。おお、すげえ関さん、そんなの街中で見たことねえぜ。ふふ、そうだろ、2台あるから早速乗ってみよう。よし、それじゃあ出発。すげえ関さん、これ結構快適だな。そうだな、意外と操縦もそんなに難しくないな。おい、たけし、ブレーキが効かないぞ。関さん、前。まずい、止まらん、海の中に突っ込むぞ。ああ、死ぬところだった。これこそ YouTube の企画にした方が良かったんじゃねえの。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。